はい、今回は LPGA 米女子ツアーの4月のスケジュールについて語っていきたいと思います。まずは4月3日から4月7日に T モバイルマッチプレイがネバダ州で開催されます。日本勢でエントリーしている選手は今のところ古江彩佳選手、畑岡奈紗選手、笹生優花選手、勝みなみ選手、稲見萌寧選手、渋野日向子選手となっています。西郷真央選手、吉田優里選手もエントリーをしていますが、残念ながら出場枠に入れていません。まだ先の試合となるので、エントリー状況が変動する可能性は十分にあります。今大会は LPGA 初となるストロークプレーとマッチプレーを組み合わせたフォーマットとなり、5日間で争われます。最初の3日間はストロークプレーで戦うことになるのですが、2日目に予選カットがあり、3日目終了時の上位8人が4日目と5日目の2日間でマッチプレーで戦っていくことになります。昨年はマッチプレーのみのフォーマットということもあり、日本勢からは古江彩佳選手のみが出場となり、準優勝をつかんでいました。今回からストロークプレーも追加された影響か、日本勢も多く出場となっています。新しいフォーマットの試合ということもあり、楽しみですね。そして4月18日から4月21日にシェブロン選手権がテキサス州で開催されます。日本勢でエントリーしている選手は今のところ笹生優花選手、渋野日向子選手、稲見萌寧選手、畑岡奈紗選手、古江彩佳選手、勝みなみ選手、山下美夢選手、岩井明愛選手、西郷真央選手となっています。吉田優里選手もエントリーをしていますが、残念ながら出場枠に入れていません。まだ先の試合となるので、エントリー状況が変動する可能性は十分にあります。いよいよ LPGA のメジャー第一戦目となる注目の大会となりますね。日本勢からは9名の選手が出場予定となっており、メジャー大会でどのような活躍を見せてくれるか楽しみですね。メジャー制覇に近い選手としては古江彩佳選手と畑岡奈紗選手が有力候補になってくるでしょうか。念願のメジャー制覇、ぜひメジャータイトルを掴んでほしいですね。そして4月25日から4月28日に JM イーグル LA 選手権がカリフォルニア州で開催されます。日本勢でエントリーしている選手は今のところ古江彩佳選手、畑岡奈紗選手、西郷真央選手、吉田優里選手となっています。まだ先の試合となるので、エントリー状況が変動する可能性は十分にあります。2022年に畑岡奈紗選手が優勝しており、昨年2023年には古江彩佳選手が4位の成績を残しています。今年も日本勢の上位での活躍に期待をしたいですね。現時点での渋野日向子選手の出場試合の予定についてですが、 T モバイルマッチプレーとシェブロン選手権にはエントリーをしていて出場予定となります。 JM イーグル LA 選手権についてはまだエントリーをしていない状況です。通常の試合でもあるので、おそらくどこかのタイミングでエントリーをしてくるのではと予想をしています。渋野日向子選手、今シーズンは不調のゴルフの出だしからスタートとなっていますね。前の週のパクセリ選手権でも残念ながら予選落ちという成績でした。今シーズンなかなか調子が上がらずという感じになっていますね。ゴルフのプレーも慎重に丁寧にプレーをしている印象があります。もちろんそういうプレーで臨むのは大事だと思いますが、少し心配なのはこわごわした感じでプレーをしている場面も見受けられるので、まだ自信を取り戻せていない精神状態が続いているのかなという印象もあります。インタビューなども表情が少しこわばっている時もあるので、なんとかきっかけを見つけつつ自信を取り戻してほしいです。そのためにはやはり成績を出していかないといけないことにもなるので、まずはしっかり予選通過をしていって、少しずつ自信を取り戻していってほしいですね。はい、今回は LPGA 米女子ツアーの4月のスケジュールについて語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。